きます。あれあれ今日ドミニクじゃないんですか。ああ、いやドミニクでやってんだよ。ああドミニクでやってるか。あれ今日ドムでやるんですか。ああ忘れてた。ちょっと別の動画をドムで撮ったから。ちょっと大丈夫ですか。手ついてないですか。月経中今日一総裁経理に感謝する。はい、カメラマンは、カッキーさん、よろしく頼む。お願いします。はい、JB64 に必要なパーツゲットしたので紹介したいと思う。はい、ちょっとどう必要なのか月経中今日一の説明を受けながら、まずこれ亀井企画さん1日今日は3日だけど、ついたさんで。あ、そっか、今日3日だ。そう、確かに今日3日だね。1月3日ね。ドン。お、これがまず栓抜きみたいのと、こう。お、なんか入ってる。あ、カッティングステッカーが入ってると。うん。はい。すごいね、なんか鍵みたいな。うん。そうですね。あの、YouTube っぽくこうやってやってください、こうやって。え ?YouTube っぽく。え、あ、こうやって。あ、そうです。こうやって。あ、いいですね、いいですね。はい、あ、こうやって、こう。はい、あ、こうやって。あ、手汚ねえな、おい。手汚いですよ。さっきちょっと、ね。山遊びしてたから。そうそう。ね、商品名はビートオープナー。ビートオープナー。ビートオープナーってピンとこないだろ。はい。俺も来てないぞ。これは JB64 に必要。月経授業じゃどういう時必要、これは。なんだ、助手席に。うん。まあ、後ろの席もそうか。あの荷物をちょっと重たい荷物はポンと置いて、うん、そのまま走り出すとどうなるか、な25か30キロぐらいかな、うん、以上出ると、うん、あの着座センサーが反応してピー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 ってね、多分反応すると思います。ならねえよ。え、そんなならねえよ。なんで、何言ってんだよ。これ64ですよね。これ JB64 だよ。そう、あの、XL、XC、74が、JL、JC、まあ、全部か、うん、74は、あ、XG には必要ない。なるほど。ということ、うん、じゃあ以上で捜査を終了する。捜査打ち切りだよ、子供。あ、兄さんはどうなんだ。兄さんどうですか。運転席だけですね。あ、やっぱ助手席はならないんだ。うん、ならないです。荷物を乗せるとピーピーなる、うん、シートベルトしないとなるってことでしょ。そうそう。だから要は人が乗ってると車は検知するんで、うんうん、だからシートベルト敷いてください、してくださいって、こう車からね、この、うん、あのがこのアンサーバッグっていうか、それがあるんですけど、うん、要はこれを差し込むことによって。いや、その音をキャンセルする。いや、シートベルトを要はしてると、疑似的にしてると思わせる。そういうことか。なるほど。決してじゃあシートベルトを運転席めんどくさい人が刺してシートベルトしないで走れよってことではない。それはだっちゃダメです。そういうものではない。はい、そういうものではない。はい、なるほど。その、まあ俺 XG だからわからないんだけど、うん、どのぐらいの重さでこれはなるもの。あの意外と軽いものでもなります。あのちょっと平らなもんだったらいいんですけど、ちょっと尖ってるようなもの、なんかこうゴツゴツしたものを置くだけでも、意外と着座センサーとか真ん中ら辺だったっけな、ちょうどお尻の真ん中あたりにねセンサーがあるんで、そこをねちょっとピンポイントで押されるとなります。ピーピーピーって。はい、だ意外と平らなものは意外となんないかな。まあ重たいものはあれですけど、うん、まあ、ちょっと俺の車じゃテストできないので、月経中教育中チャンネルで、うん、多分何を乗せたらなるか検証してくれるでしょう。そこまでやらなくてないですか。例えばペットボトルをね2リットル乗せたらなっちゃうとか、はい、逆に難しいですよ。倒さないように運転しなきゃいけないですからね。あ、そういうことか。逆にそれはそれですごいすごい動画ですよ、それ。まあでもキャンプ行く人とか、うん、釣りやる人ってやっぱ荷物多いから。あ、そうです、ね、ちょこっと置きたい人はいいかもしれないですね、うん、そう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 。あとメイク道具多い女性とかね、うん、ですね、うん、というわけで、俺のはならないんですけども、一応、うん、どんな感じで刺さるかを見てみましょう。はい、はい、あ、そっち。どうせ動いてないとなんねえんだから。あ、まあ一緒だからね、はい、あ、向こうから来た方がいい、向こうから。あ、そうですね、乗り出した方がいい。あ、俺が向こう行きます。まあ、猫可愛いだろ。やんちゃ。そして皆さん、これ静電気対策に、これ面100のシートカバーすると静電気ならないので、今そんな話じゃないよ。おしゃれじゃないですか、これ面100だから、うん、ここね、やってみてください。はい、はい、装着はコントン、はい、終わり。おお、これだけです。だシートベルトをわざわざここからこうやって出さなくてもいい、うん、なるほど。だからこの
捜査官のは何も入ってないんですけど、ここにポロッと置いとけると。なるほどね。小物入れ、こういうところに。はいはいはい、はい。で、荷物を乗せたついでに、あ、なりそうな、なりそうな時は。なるほど。うん。ああ。これで OK。で、一応なんか本当にこれ線抜きっぽいって言ったけど、うん、ここ線抜きになってると。ここが。ああ、はいはいはい。じゃあ、あの、ビールも飲めるってことですね、それで。そうですね、瓶ビールいけるね、瓶ビールとあと、うん、コーラとかも。ビールはこの車の部品に結びつけちゃダメなもんだから確かに、ね、失礼しました飲酒運転を推奨してるもんだから、はい、確かにね、ノンアルの瓶ない、はい、ノンアル、そうですね、ノンアルはないからね、はい、で、ジムにって書いてると、はい、はい、ぜひ皆さんこれ今後、うん、加盟企画の商品だけども、うん、B スタイルでも販売されるかもしれないってことなんで、うん、はい、まあ俺には必要ないもんだぞてるー以上で捜査を終了する。せーの、デッドロック、ナイスショット。